イオフルパンは、神経が増進弾用のコカイン類塩物質であり、パーキンソン病の診断や同様の症状を示す、他の疾患との鑑別診断に使用される放射性医薬品である。ドッチ官方では、患者に注射して、ガンマカメラで撮影し、大脳基定核の皮質化領域である、洗状体を中心とした脳のスペクト画像を取得する。以下の疾患の診断における、 ドパミントランスポーターシンチグラフィーオフルパンによるスペクト画像。洗浄体内に正常に取り込まれている。製造時に導入される要素は放射性同位体である、要素123であり、ガンマカメラで検出できるのはこの同位体のガンマ崩壊である。123i の半減期は約13時間、ガンマ線のエネルギーは159ケブであり、医療用画像診断に適した。 放射性各種である。また、溶解性を高めるために5%のエタノールが含まれており、点滴用のため無菌状態で供給される。イオフルパンは、哺乳類の脳、特に洗浄体領域に存在するシナプス前の、ドーパミン輸送体に高い結合神話性を持つ。パーキンソン病では、洗浄体領域のドーパミン神経細胞が、著しく減少することが特徴である。 ドーパミン輸送体に結合する薬剤を導入することで輸送体の定量的な測定と空間的な分布を得ることが可能となる。イオフルパン溶液は検定後7時間以内に使用する必要がある。その交渉注入量は1 8 5 m b q であり、1 1 1 m b q 未満では検査を行うべきではない。 放射性要素の不要な過剰摂取を最小限に抑えるために1 2 0ラムの溶化カリウムを経口投与して甲状腺を防護することが推奨される。これは通常注入の1から4時間前に行われる。静脈内投与を行う最も簡便な方法は抹消静脈加入例を介するものである。検査は注射後3から6時間後に実施される。 イオフルパンの重大な副作用として過敏症が記載されている。一般的な副作用は頭痛、めまい、食欲増進、ありそう感である。注射部位の痛みを感じる患者は1%未満とされている。放射線被曝リスクは低いと報告されている。体重7 0ラムの患者が1回の検査を受ける場合の実行線量は4 6シーベルトである。 妊娠中の患者は検査を受けられない。123i イ,イオフルパンが母乳中に分泌されるか否かは不明であるが、投与後3日間は授乳を中断することが推奨されている。ありがとうございます。